ジクロロサク酸は、指正式で示される化学物質である。酸として、あるいは、サク酸のメチル元の水素を塩素で置換したアナログとして知られている。ジクロロサク酸の塩もしくはエステルは、英語では、ダイクローロアシテイツと表記される。DCA 塩は酵素である、PDH キナーゼの阻害剤として利用される。毒物及び液物取り締まり法により、 激物に指定されている。ジクロロサクサンの科学的性質は、典型的なハロゲンチカン有機酸の性質であり、クロロサク酸類の一つである。水に溶解すると、ジクロロサクサンアニオンを生じる。酸の物性としては、プコが1.48、高純度のジクロロサクサンは粘膜あるいは、呼吸器組織に刺激性と激しい腐食性を示す。 DCA は、自然界で接触することはなく、飲料水の塩素消毒の副反応で微量に、生成していたり、塩素を含有する、様々な薬品や化学物質が代謝されることで、生成する。DCA の代表的な製造方法は、トリクロロサク酸の還元反応である。ジクロロサク酸塩は、酵素であるピルビン酸、デヒドロゲナーゼキナーゼを阻害するため、 潜在的な薬物として研究されている。予備研究では、ジクロロサクサンが動物研究及びインビトロ研究で特定の使用の成長を遅らせることがわかったが、アメリカがん協会は現時点で、がん治療にジクロロサクサンを使用することを指示する証拠はないと述べた。知見以外で、ジクロロサクサンを試そうとする場合、潜在的な問題について警告されている。 ニカワガシュに苦しむ5人の患者への唯一のジクロロサクサンのインビボ投与量は癌に対するその有効性をテストするようには設計されていなかった。この研究はむしろ副作用を引き起こすことなく特定の投与量で安全に投与できるかどうかを確認するためのものであった。5人の患者全員が研究中に他の治療を受けていた。 インビトロ及びこれら5人の患者から抽出された主要の観察は、ニカワガシュガン細胞に見られる異常なミトコンドリアを脱分局することにより、ジクロロサクサンがガン細胞に作用する可能性を示唆している。この記述は、ミトコンドリアが悪性細胞のアポトーシスを誘発することを可能にするためである。ミトコンドリアの異常が少ないと確認されている。 神経目細胞種に対するジクロロサクサンのインビトロでの研究は悪性の未分化細胞に対する活性を示した。2016年の症例報告では中枢神経系の悪性腫瘍におけるジクロロサクサンの潜在的な適用について議論し考察している。2018年の研究ではジクロロサクサンが回答系から ミトコンドリアの酸化的リン酸化への代謝スイッチを引き起こし、主要細胞に影響を与える活性酸素ストレスを増加させる可能性があることが判明した。これらの効果は、非主要細胞では観察されなかった。ありがとうございます。